ダメだ、めっちゃピンポイントやな。反応あるところは相当ピンポイントやね。この辺も探ってみよう。ちょっとこの辺り。うん、やっぱこの辺りについてるな、相当。ギルがついてるね。この辺りについてんだな、ギルちゃん。ついてるね。その辺りなんだ。ほんと。ピンポイントだ。おお、あー抜けてないね。あー痛ね、痛はやっぱいるね。よし、まあ20くらいかな、まあ、そこまで大きくないね、ここの。出ますね。面白い、やっぱ面白いわ釣りは。
ちゃピンポイントについてますな。こんな、まさしく東大元暮らしってやつか。この時には何も大丈夫なのに、不思議なね、セブンちゃん。やっぱ童話とかの方がアピールは高いんだろうな。ほんとこの辺しかついてないのか。ものすごいピンポイントやね。シャローあたりかな。懐かしい匂いだな、メイズの。
4号って相当強いんだ。それぐらいでも。ああ、竿が限界か。話なんだけど、まあ、どんだけ物臭なんだよって話だね。いるだろう。いるし反応はあったね。うん、ついてるところが本当動かないね、ここの。もうちょっと動いてほしい。あれないな、充電ケーブルに絡まっているの、まあ、YouTuber あるあるですよ。
もう気はギリギリ投げて、狙うしかないか。ついてないな。もうちょい重りをね、つけないと、これ障害物あったら沈んでいかないかな。よいしょ。クソキャストが決まったぜ。やった。逃げたな。